ドゥビスラフ・フリードリヒ・ホン・プラーテントも、1714年8月23日から1787年6月7日は、フリードリヒ・大王の軍に仕えた、プロイセンの士官である。騎兵大将であった。彼は、ケイニヒソベルクの総督を務め、西洋羽騎士団の騎士にして、クロワシ勲章の受賞者でもあった。フリードリヒ・大王が遂行したすべての戦争における、 現役の騎兵主管として、その名は1851年に、大王の老いの孫、フリードリヒ・ビルヘルム4世が混流させた、フリードリヒ大王騎馬像に刻まれ、記念されている。フリードリヒ・フォン・プラーテンは、騎兵大将、ハンス・フリードリヒ・フォン・プラーテンと、ヒポリダイ・エリアーネ・ホン・ポーデビルスの息子である。 弟のレオポルト・ヨハン・ホン・プラーテンは1780年12月22日に没した。フリードリヒ・フォン・プラーテンは、プロイセンの法務大臣、ザムエル・フォン・コッツェイの娘、ゾフィア・ズザンラ・シャーロッテ・フォン・コッツェイと結婚した。夫婦は数おかずめを設けている。1723年6月5日、父の養成を入れたプロイセン国王、フリードリヒ・ビルヘルム一世は、 9歳のフリードリヒフォン、プラーテンを、騎兵順位に任じた。1729年8月18日に、少尉。1730年7月7日には、注意に、昇進する。そして1736年8月11日、第4、フォン・ゲスラー強行騎兵連隊で、自身の渋滞を託される。同年、ゾンネンブルクで、聖ヨハネ騎士団に参加した。 オーストリア継承戦争とも呼ばれる第一次シュレーズイエン戦争の勃発時、彼はリットマイスター、すなわち、騎兵単位であった。その連帯はモレビッツの戦いに間に合わなかったものの、1742年にはコツズイッツの戦いの真っ只中に投じられる。自身は仮面杖の撤退が成功した時、果たした貢献に報いてプールルメリット勲章を授かった。その後、 調査に昇進する。1744年には、ボヘミアとモラビアで戦った。1747年には、中佐となり、1752年に、有名なバイロイト竜気兵連隊に加わり、1755年、第一、ノルマン竜気兵連隊の自席指揮官に任じられた。7年戦争において、フリードリヒホンプラーテンの連隊は1756年、 ザクセンへ進軍した。1757年3月4日、インハーバーとして、第8、ランガーマン竜騎兵連隊を受領し、少々に昇進する。続いて1757年4月15日には、グロースイエーガーの戦いに加わった。戦いの後、連隊は、スウェーデン軍からポメラニアを防衛するべく、同地へ移転し、シュトラールズン島を行為した。 1758年初頭、ヒンター・ポンメルニへ移ると、6月まで、ロシア軍に対抗するべく連隊はその地に展開した。8月25日には、ソルンドルフで戦い、息子たちから2名を失っている。ロシア軍の撤退後、連隊は、ゴルノーやグライフェンベルクといった、ロシア軍に占領されていた町から、残存部隊を駆逐する。続いて、 スウェーデン軍にこうして北方へ向かい12月、パーゼーバルクの戦いの後、指揮下の連隊は、プレンツラウを占領した。1759年1月17日、デンミーンの攻略に参加すると、再び、ロシア軍にこうして、今度は、シュトルプ一帯に展開している。ソルンドルフの戦いにおける、フリードリヒ2世。そこでプラーテン、息子たちから、2名が戦死している。 1759年5月12日、プラーテンは中将に昇進し、ザクセンで作戦中の王帝、ハインリヒ公使の軍で騎兵の指揮を託された。公使は、プラーテンをフリードリヒビルヘルム・フォンクライストと共に、バンベルク一帯への略奪業へ派遣し、成功を収めた。続いて、プラーテンは国王の軍に加わり、クーネルスドルフの戦いで敗北を喫する。 1760年5月、彼は、ゴッドロープ、ハインリヒ・ホントト・レーベン少将を率いるロシア軍の、プロイセンへの進撃を阻止する命令を受け、フリードリヒ・ビルヘルム・クビリーム・ォン・フォルカード中将と、共にポメラニアのノイマルクへ派遣された。その後、プラーテンは、オーストリア軍と、ロシア軍のシュレーズイエンへの接近を妨害するべく、ランツベルクに配置された。なお、さらに重要だったのは、 ブレスラウの町の防衛である。彼の尽力にもかかわらず1760年10月、トートレイベン少将並びに、サハルチェルヌイショフ中将を率いるロシア軍と、フランツモーリッツホンらしい白爵大将指揮下のオーストリア軍は、ベルリンを占領した。ロシア軍とオーストリア軍がベルリンから撤退した後、プラーテンは、国王の主力軍に再合流し、11月3日に、 トルガウで戦う。1761年9月10日、彼は軍を率いて、ロシア軍の兵舘拠点を攻撃するべく、ポーランドへ進軍した。そして、ケブリンで、ロシア軍の集積所を破壊する。9月15日には、ゲスティン修道院の近くで、荷車5000台と兵員4000名を伴う、ロシア軍の大規模な市長部隊に遭遇した。本ローテンブルク、本アルニム。 ゲルネ及び本文資格連帯に属する大隊とともに、彼はその市長の六角に成功する。そこから続いて、ポーゼンへ前進し、9月17日にもう一つの集積所を占領した。その間に、ロシア軍はコルベルクを3度目の抗議下に置いており、海囲いを目指すプロイセン軍の試みを全て妨害していた。ランツベルクにおける作戦行動中、 バルタ川に架か,かる主要な橋が破壊されていたので、プラーテンの部隊は浮橋やイカダを利用して、土下を行う。9月30日には、ケルリーンで、ロシア軍からパルセンタ川に架か,かる手つかずの橋を奪還し、その時の戦闘で200名の捕虜を得ることに成功した。彼はそこから、パルセンタ川の岸に沿って高位下の要塞への接近を、試みる。 しかしコルベルクの南西 8km の地点で行われた3時間に及ぶ戦いを経て、ピョートルルミャンツェフ率いるロシア軍がシュピー村で進軍を阻止した。プラーテンは10月17日、5500名を率いてゴルノへ突破し、そこから補給を確保しようと試みたが、ロシア軍のフェルモル将軍はいいな、川の橋を挟んだ砲線の末に彼を押し止める。 最終的に要塞の救援は叶わず、コルベルクは1761年12月16日に降伏を余儀なくされ、守備隊はロシア軍の捕虜となった。1762年1月、プラーテンはザクセンのハインリヒ行士の軍に帰還した。指揮下の連隊はペーガウとザイツに配置され、その年の戦いに参加することはなかった。バイエルン継承戦争において、プラーテンは ハインリヒ公子の指揮下に軍団を引き、ペータースバルで、ライトメリッツ、ブディーン・アンデア・映画を経由し、プラハへ迫った。1786年9月、国王フリードリヒビルヘルム2世は、あまりにも遅くなったが、世はその功績のありがたさをわかっている。という言葉とともに、彼に、クロ勲章を送っている。同時に、彼を、ケーニヒスベルクの総督に任じた。 プラーテンは、就任を望んでいなかったが、国王の説得に応じている。1787年5月20日、プラーテンは、騎兵大将に昇進して間もなく、同年6月7日に没した。その名は、ラインスベルクのオベリスクの正面と、フリードリヒ大王の老いの孫にあたるプロイセン国王、フリードリヒビルヘルム4世が混流させた、フリードリヒ大王騎馬像の名盤の一つに刻まれ、 高級的に記念されている。ありがとうございます。